チームバチスタから1年飛び降り殺人です。犯人はこの病院内にいる。一件の自殺から始まった病院全体を揺るがす大スキャンダル。鍵を握るのはジェネラルルージュ。取材のヘリは飛ぶのにドクターヘリはどうせ飛ばないの。全ては今ここで明らかになる。ジェネラルルージュの凱旋。不可解な飛び降り自殺、そして送られてきた謎の告発文。念のため調査していただけますか。ああ。今回も仕方ないのであなたを助けることにしました。殺人です。犯人はこの病院内にいる。白鳥さんは何でも殺人事件にしないと気が済まないから。告発文に示された病院内に広がる闇、そして浮かび上がる一人の男、救命救急の天才医師、通称ジェネラルルージュ。早見さん、あなた磯部さんの死について責任感じませんか。さあどうなんだろうね。あの人は子供ですから早見には敵が多い。白鳥圭介殺害計画が進行しているんです。話が大きくなっちゃうじゃないですか。決定的なダメージを与えたいな。これ何入ってんですか。明日の委員会は盛り上がるよ。あの男つけるんだ。無理だ。取材のヘリは飛ぶのにドクターヘリはどうせ飛ばないの。全ては今ここで明らかになる。ジェネラルルージュの凱旋。